小田原のショッピングモールに来ました。Yes, なん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 と。ちなみに私は朝からちゃんと動いてました。ほのぼのです。何その動いてないやつみたいな。私も動いてるから。ということで本日ですね、最初の方を見ていただいたんですけれども、私たち小田原のショッピングモール行ったんですね。そこで買ったものたちを紹介したいと思います。かんだちょっと暗くね。やっぱこの部屋暗いんだよ。ちょっとさ、暗いわ。私のねお部屋紹介と一緒でね、当て方が悪いんだよそれ。小田原のショッピングモール、ちょっと名前忘れちゃったんですけれども、行ってきたので、そちらで買ったものを紹介していきます。私ね、ずっと欲しかったメイク道具とリピートしてたメイク道具がなくなったので、それをね買い足しに行きました。はい、島村です、お願いします。ということで、いろんなところに行ったんだけれども、一旦ねお店紹介すると、ロフトと、あとサンリオショップとビレバン、あとガチャガチャのコーナーがあって、こちらガチャガチャたちなんですけど、ガチャガチャをやりまして、あとその行った日がバレンタイン3日前とか4日前とかだったのね。だからバレンタインチョコ買いまして。そういえばそうだよ。でももう一回買ってるんだよね。そう、もう一回、そうね、動画をね見てくれてる方わかると思うんですけど、もう一回買ってるんですよ。とこちら H&M なんですけれども、 H&M は鬼大量に買ったので、 H&M で紹介してみた単体での動画を公開しますので、楽しみにしててください。超可愛いお洋服たくさん買っちゃいました。ボロボロもたくさん買ってました。私は1着買いました。たくさんじゃねえH&M 鬼安いんだけど、シーン並みに高かったよ。あんた買ったのが高かったんだよ。私買ったのめっちゃ安かった。セールのところがめっちゃ安かった。そうね、うち見てないからね、セールのところ。ではじゃあ紹介していきます。じゃあまずですね、すいません、チョコの方から失礼いたします。こちらのチョコ、みんな大好きボンボンですね。ウィスキーバーバン、これはマミコが大好きで、他の動画でも1個買ってて、トータルで2個買ったんですよ。すいません、ウイスキーボンボン、お値段わかんないんですけど、ちょっとググってみてください。じゃあ続いてロフト。ロフトの中にほのぼののガチャガチャとサンリオショップで買ったものが入ってるんだけど、じゃあまずメイクから紹介してください。メイクはもう使っちゃってて、まずこちらシャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーなんですけども、うん、ちっちゃいのを使ってたんですよね。でそれがもうなくなっちゃって、これシャンメイクのシークレットビューティーパウダーってやつを使ってて、うんうん、今中身がこんな感じで、まあ、ちっちゃかったからすぐなくなったっていうのもあるんだけど、こんな感じでなくなってしまったので、新しいのを買おうと思って買いました。マシュマロフィニッシュパウダー新しくなったんでしょ。キャンメイク自体パッケージが女の子らしいっていうよりかは、男女問わず買えるようなパッケージにしたらしくて、あ、使えるね、うんうん、そう。でね、私これ買って思ったんだけどね、パフを買いました。ママからもらったんだけど、これここの、 あの粉がめっちゃいいって思ってて、私いつか欲しいなと思ってたんだけど、これにした理由は、私の肌に合ってないのかわからないんだけど、キャンメイクさんのパフポンポンするとめっちゃ顔が痛くなっちゃって、なんかあんまり私の肌に合わなかったので、まあコスパがいいからパフはそんないいもんじゃないよね。これにしました。あ、1個前のこのちっちゃいのは良かったんだけど、良かったんだ。この大きいやつはちょっとあれだったので、こういう感じでマシュマロフィニッシュパウダー、お値段940円です。でもう1個はこちら、キャンメイクの3ウェイスリムアイルージュライナー01番か。へえ。これはもともと私違う色持ってて、ちょっと戻るんですけど、これ電動入りって書いてあります。この色持ってるんですけど、ピンクが出たっていうのを知ってて、でもなんか買えなかったんですよ、ずっと。クレヨンですね。こんな感じなんですけども、涙袋描くときに私コイコイ言われるんですよ。なので、コイ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 
これをします。で、今日のメイクはおかしいので触れないでください。ちょっと前のあの Q の動画でですね、ここがこうすごい黒い日があったんですけど、ほのぼのが自分自身で突っ込んだ動画を TikTok アップしてたんだけれども、視聴者さんがアップしてくれたやつがおすすめ流れてきて、ほのぼののメイクてんてんてんみたいなこと言って、そっちの方が伸びてたよね。コメント欄そうそうだったのねコメント欄ほのぼのしっかり返していくスタイル。コメント欄もそうだったし、いいね数も多分 41.3K とかそんぐらいで、すごい、あすごいね、ピンクの。それは涙袋で使う人が多いの。ここのここの部分っていうの。へえ。ここのところにもともと私赤いこれか、全部出てくるんだけど、キャンメイクのアイラインをね引いてたんだけど、うん、引きにくくって、これペンシルじゃなくってあのクレヨンっていうなんていうの。わかる。ペンシル慣れてる人はねクレヨンマジむずいよね。私も無理なんだよね。やりにくいなと思って買いました。よかったね。プラスアルファ、私はあのペンシルと両方使ってて、エチュセのやつかな。多分ねマメコからもらったやつだね。エチュセ。エチュセのやつをやってから、はい、セザンヌのをやると、二重アイライン？最初にこれでやってから上からやるとなんか取れにくくなるみたいなの聞いて、それずっとやってるんだけど、まあ、メイク落とすときも結構取れにくいからおすすめです。うーん、じゃあ続きまして、サンリオ。サンリオ行こう。私も買ったのサンリオで。あ、キッチン。ちなみにこちら指原莉乃さんがコラボしているおメイクっていうかプロデュースしてるメイクがあるんですよね。うん、コラボではないですね。そうそうそう。でこれめちゃくちゃ流行ってるし、私指原莉乃さんの見てたんですよ、 YouTube を。だからずっと欲しいなとは思ってたんだけど、うん、私が欲しかったねアイシャドウがなくって失礼いたしました。じゃあもうすごい人気なんだ。あ、これがサンリオショップで買ったやつなんですけど、これにしたんだっけ、ピエニーしたんだっけ。私たちよく前髪お風呂上がりに止めることが多いんですけど、私はこの前髪クリップ持ってないんですよ、可愛いの。なのでほのぼののパクってるんですね。もうほのぼのさんに申し訳ないなと思い買いました。自分サンリオキャラクター何が好きって言われて全員好きだから、なんかすごい迷ったんだけど、あ、持ってるわ自分の。持ってたわ。あとでこれ前髪クリップ紹介するね。これうちの。それあとで紹介しよう。これしてそれしよう。返して、イエーボリューム出せたー私もなんか持ってるっちゃ持ってるんだけど、洗面所にあるやつを使ってるので、もう固定で置こうと思いまして、ポチャッコデビューいたしました。サンリオのねこのピッタって止めるやつ、可愛いのたくさんあったので悩んだんですけど、これやっぱねいいお値段すんですよ。1個880円、2個入ってるんで、この1つのクリップの値段で言うと440円ですね。鬼で、モノシは、私は黒ミンミン、そう、もう一個これ串、串買いました。最近串を使う場面が多いので、前髪止めてんのかみんな。これこれあのケースもついてるから、へえ、可愛いなと思って。これも本当にいいんですよ。いたたたた。でこの串が550円で、こっちが880円です。なんかさ、お風呂上がりにさヘアバンドパッてしちゃいたいんだけどさ、お風呂上がりにヘアバンドすると次の日前髪直しても直してもパッカーって割れちゃうのよ。だからこれがいいです。可愛いのゲットできた。でほのぼのも PM バージョンの黒みたんを購入されてました。黒みちゃん他にも結構いろいろ種類出てて、そうそう、私もともと黒みちゃんを一番最初に買ったんですけど、黒みちゃんもなんかハゲてきちゃってて、ハゲてこちらですね。今洗面所にあるでしょ。これがハゲてるやつですね。そう、洗面所にあると思う。これ初期のクロミちゃんで、誰だっけ、ポチャッコ、ポチャッコじゃない、ポチャッコじゃない、なんだっけこの子、あ、ポッチャマ、ポッチャマだ、そうだ、ポチャッコ、ポチャッコ、こっちですね。あとこれですね、みんな大好きドンペンが2個と、あとドンキで買ったこちらすみっこ暮らしのやつ、トカゲちゃん、トカゲちゃんと、あとこれが多分ダイソーのニャンコなんだけども、ダイソーのが一番ね安くてコスパも良くていいんだけど、でもやっぱり可愛いのつけたいよねってなって買っちゃいました。でほのぼのがゲットした今回のクリップがこちらですね。2人とも PM です。このコラボ一色だよね。まあ、私が一番見たいのはディズニーとサンリオですかねミッキーと一緒に、キティちゃんと撮ってほしいなみたいなじゃあ次、はい、ガチャコ。それでは今からですね、皆様にガチャガチャやっている様子を見ていただきます。それではガチャガチャしている現場のノエノさん、ノボノさん、ちな、これ400円だ、高い、
ただきました。まずは私でしたね。これはもうずっと探していたやつなんですけれども、探し求めてた君みたいな人、はい、ということでプレステみたいな腕時計ですね。1個欲しい、学校につけていく。あ、いいよ。まあ、ラインナップがこんな感じなんですけど、私ゲームしないので何がなんだか全然わからんのんですよ。あ、みんなでゴルフが欲しいけど、これどう考えてもパッケージが違うわ。ジャニーズゲーミングルーム見てますか？ぜひ見てください、ぜひ見てください。これ見てくださいね。こうすんだ。はぁ、すごーい。かわいい。パカッ。かわいい。これ結構クオリティ高くない？これ伝わる？すごい。じゃあ、かわいい。私これもらう。あ、いいよ。これまた見つけたらやりたい。次、ででん。うわ、同じじゃん。プレステじゃない、これ。プレステが欲しかった。まあ、ガチャガチャは運ですから。超かわいい。前さ、セブンズで売ってたさ、こうやってさ、コナンのやつ？そう。持ってたんだけど。テレ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 。これなんだろう。格闘技系ですね。めっちゃ入った。こっちがいい。あ、いいよ、あげる。かわいい。やった。で、私昨日クソ高い時計買ったんです。近々紹介します。では続いてやっている様子どうぞ。こちら、音が全部違うんだ。続けてやってたんですけれども、こちらですね、ピーってできるやつで、これは欲しかったのが出ました。何これ、くじの当たりみたいなのがついてる。何これ、わかんない、怖い。ラインナップがこんな感じで、私が欲しかったのこれなのね。出ました、 ID でってやつですね。はい、ではいきますよ。すごい、かわいくない？あ、なんだよ、なりません。あのーちゃん。では続いてやってる様子どうぞ。じゃあ黒みが欲しい。ごめん、ツイッターで流れてきてさ、欲しいなってずっと思ってた。ゴムギュンみたいな。ゴミギュンね。ゴムギュは違う。ほい、うわー、ハンギョドン。向けていい？どうぞ。すごいね、もう出てすぐ分かるね、これ。そう、耳つけるだけだから。やったー、おめでとう。てれてれってれー、2個出ました。お、2個出ましたじゃないんです。2個やったんですよ。マータソさんとコウゴノです。はい、ハンギョドンがね、出ました。はい、ハンギョドンイコールマータソさんなんだけど。ミートゥー、すごいね、カプセルがもうハンギョドンになってるわね。すごい、胴体が中に入ってますね。こちらが胴体。これで1本取れる。昔の聖剣さんだったらできる。今の聖剣さんの方がいけるか。最近うちら聖剣さんの動画めっちゃ見るんですよ。スカイピースさんと聖剣さんとマータソさんがコラボしてる動画で。ああ、そう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 、私もそれから見てる。今年1って言っていいぐらい YouTube で爆笑した。確かにハンギョドン、これだけだとちょっと坊主感が、このままでもハンギョドン感強かったんだけど、なんかこのパーツがついてたからどこにつけるんだろうと思ったら頭についてて、モヒカンみたいに。すみません、こう必死に私たち作ってるんで、ちょっとこの作ってる様子をお届けします。今、これ不良品でね。オーマイガッチ、不良品ですよね。なあ、ね、こう、まあ、可愛いからいいです。これまた机に置きます。はい、ハンギョドンできました。あ、やば。ハンギョドン作ったことある方は分かると思うんですけど、むずいです。きた、すごい。はい、ハンギョドンができました。すごいと思ったら、ここめっちゃ空いてました、横がね。まあ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 、いいでしょう。ありがとうございました。続いてやっている様子どうぞ。こちら、ブロブフィッシュ、超かわいい。あ、セイウチ。誰やねん。こちら、なんか水族館ぬいぐるみって書いてある。じゃあ、ほのちゃんはブロブフィッシュが欲しかったらしいんですけど、2回やって1回目が生打ち。かわいいじゃん、これ
可愛いじゃん。で、2回目が鳥？何それ？初のお年子。初のお年子？初のお年子ですね。はい。まあ、水族館感あるけどね。確かにこれはブロブフィッシュが一番可愛いかもしれない。うん、どうこれ？これにつけてきたかった。うん、よかったよかった。これつけてきた。ほら、なんか紫と黄色って似合ってるし、いいじゃない。続いて、マステリオス、ドンジャラ。もうどれが出ても大丈夫。あ、牛乳だ。一番定番。はい、見ていただきました。牛乳ですね。これはどれが出ても嬉しかったので、もう何が出ても良かったんですけど、私が出たのはこちら。あ、違います、こちら。なんか本物の水みたいなのが入ってるやつです。なんかね、色がカルピスですね。牛乳じゃなさそう。この中で一番好きなドリンクといえば、私はコーヒー牛乳が好きですね。一応ここのラインナップには、ここ見てヨーグルトがあるんですけど、私は牛乳が出ました。ではラスト、マースエリオス、どうぞ。これはこれか、これ、こっちがいいけどね。なんか見えんじゃん。あー、林ライス的な。デミグラス。はい、見ていただきました。こちらオムライスですね。オムハヤシ的なのが出てきたんですけど、これは普通のオムライスが正直欲しかったんだけど、超可愛いのが、中のご飯取れちゃうよーってすごい来られて印刷されてる。可愛くない？なんか靴下みたい。あー、中身変えられるよ的なこれどうするんだろう。この中から出てくるのは全然違和感ない黄色だから。こんにちは。そっちの方が一番違和感ない。多分そっちの方が一番違和感ない。私ほんとガチャガチャ大好きで、よくイーアルサンス。はい、イーアルサンス。なんでいきなりどうしたんですか。はい、こちらですね。これも違和感なく出てきますね。なんかすごいケツの穴みたいになってるけどということでですね、本日は小田原の、あ、嘘、ラスト1個あるじゃんかよ。こちら、これはビレバンで買ったグレムリンのステッカーです。1個なんと330円いたします。高いんですけど、可愛くて買っちゃいました。私のこちらパソコンですね、ステッカーがなんかまちまちなので、ここに貼ろうかなって思います。グレムリンとギャビーギャビーの組み合わせがすごく可愛いと思うんですけど、はい、こんな感じでどん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 侵略されてます、私のパソコン。ということで、また今度小田原のショッピングモール行ってほしいと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 H&M の動画気になるなと思ったヒートもグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。めっちゃ買ってますからね。それではまた次回の7番組でお会いしましょう。キャッバイバイちゃん。なのいつ、ラララララララ。